パタフィジックとは、フランスの作家アルフレッド・ジャリの造語で、刑事上学の領域を超えたところにあるものを、研究するために使われる哲学のこと。それは現代科学の理論、方法のパロディで、ナンセンスな言い回しで表されることが多い。パタフィジックを行っている人をパタフィジシャン、またはパタフィジキストという。ボリス・ビアンのコレージュ・ド・パタフィジック会員免許状。 パタフィジックという語が最初に登場したのは、L、エコデ・パリリトレル・イーラストレイ八1893年4月28日号に載ったアルフレッド・ジャリーの儀曲、ギニョールの中である。ジャリーは後にパタフィジックを、その仮想現実性によって表された対象の、特性をその外形に象徴的に記する、想像上の解決の科学と定義した。レーモン・クノーは、 パタフィジックを無人と例外の事実に基づいてあるものと述べている。砂利はただのダジャレに取られないよう綴りの先頭にアポストルフィーを入れることを命じた。1948年5月1日にパリでパタフィジック哲学に関心のあった芸術家、作家によってコレイジュド・パタフィジックというグループが結成された。そのモットーはイーデム・ムタタ・レザーゴで、その長は ジャンモレ男爵だった。ウォーレンモッテによれば、メンバーの中には、作家、編集者のノエル・アルノー、作家リュック・エティエンヌ、ラティス、科学工学者、数学者、フランソワル・リオネ、詩人・ジャンレスキュール、そしてレーモン・クノーがいたという。メンバーたちは、売りポとも関係していた。コレージュの出版物には、コイエース・ジュコレージュで、パタファジック、ラシーズ・ジュコレージュで、パタファジックなどがある。 著作家のレイモン・クノー、ジャン・ジュネ、ウジェ・ヌイ・オネスコ、ボリス・ビアン、ジャン・フェリーラは自分たちのことをパタフィジックの伝統の崇拝者だと述べている。パタフィジックの中心は最初フランスだったが、1950年代になってブエノスアイレスとミラノにパタフィジカル研究所が作られ、1960年代にはヨーロッパ各国に崇拝者が広まった。 さらに1970年代には、ドイツ、スウェーデン、スイス、カナダ、オランダにも広がり、パタフィジックの国際化が進んだ。SF 作家パッド・マーフィーのいくつかの作品では、パタフィジック並びにパタフィジシャンが大きな位置を占めている。1960年には、ファインアートの様々な形式、特にポップアート、大衆文化の中で、パタフィジックが、 コンセプチュアル原理として使われるようになった。パタフィジックの伝統を受けた作品は、その創造の過程に焦点を当てる傾向があり、偶然と気まぐれな選択の要素がしばしばその過程の鍵となった。マルセル・デュシャンやジョン・ケージの代表作がその例である。シチュアシオニスト・インターナショナルの創立メンバーで、パタフィジシャンのアスガー・ヨルンは、パタフィジックを新宗教と研究した。 漫画家のルーブ・オールドバーグと W. ヘス・ロビンソンはパタフィジカルなマシーンを考案した。ありがとうございます。